日本大阪府堺市堺区、浪松町。浪松町は大阪府堺市堺区にある町名。定を持たない単独町名である。住居表示は未実市、堺区の北端に位置する。町域は山和川に架か,かる山和橋から土井川の埋め立て区間に架か,かっていた北の橋跡までの紀州街道沿いで、東は七道東町、南は北半町東、北半町西。 西は七道西町、北は大和川を挟んで大阪市住の駅に接する。堺市街を取り囲む官房の外だったこともあり、当初は摂津国住吉郡七道村の一部だったが、文政年間に浪松町として堺市街に編入された。町名は官営年間に街道の両側に松の木が植えられて以来、浪松や松中と 通称されていたことによる。ちなみに、現在の七道東町は、松東、七道西町は、松西と通称されていた。東町の境市街編入によって、七道村の山和川以南は東西に分断されることになった。1871年の節泉国境変更によって、七道村の山和川以南は、泉国王取りへ転属となり、 1887年頃に江戸時代から続く東西分断による支障を解消するため当たり町への編入を願い出たが実現しなかった。大鳥群七道村は1889年の町村政志向により大鳥群向井村大技七道となったが東西分断による支障を解消するため1894年に向井村の他の大技に先駆けて大技七道が 堺市へ編入された。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。